サウナとかもうそろそろ飽きません？何年もやってるしみたいな。いやそうそう、まあ飽きてるとは思うんですけど、日本の中でも敏感な方は敏感ですからね。ヨーロッパにいると多分感じないと思います。もう皆さんノーマスクですよね。まあそうですね、まあ、ちょ感染者数は増えてるんですけど、まあ、知ったこっちゃねえやっていう。フランスも1日10万人ぐらい感染してるんで、そんなにですか？まあ、日本の半分ぐらいですけど、まあ、でも日本今20万人とか言ってますよね、はい、あそうです、今増えてきたんですけど、でもだから毎日やってますね、ニュースで。でもなんかやるニュース、その数字が増えました以外に話すことなくないですか？うん、そうなんです。それと注意喚起と。だからなんかコメンテーターの人も困りますよね。もうなんかこれ、もうなんかこれ前も言ったよな、みたいなのしか残ってないじゃないですか。この2年間大体同じこと言ってますね。新情報あるわけじゃないし。そうそう。ただまあまあちょっとほら、デルタ株だったのがオミクロンになって、今回 BA5 ってこうちょっと症状が変わったりとか、内容が変わってきてるから、今のコロナはこんな感じですよとかね、なってます。あ、そういうのやっぱ高橋さんも調べるんですか、そのなんか BA4 から BA5 やってます、やってます。私割とコメンテーターやらせていただくことが多いので。だってコロナの初期の頃はそのアルファとかデルタとかどの国で出たとか僕すごい気にして調べるの好きだったんですけど、もうなんか BA4、BA5 くらいからまあどうでもよくなっちゃって、いやちょっと多少もう疲れてはきてますよね、はい、コロナ疲れ。もうまあ大体こんな感じがずっと続くんだろうなんか分かっちゃったんで、なんかもう調べてもあんまりそのなんか役に立つことがないっていう感じがしちゃうんですけど、だからよくいまだに調べ続けられるモチベーションがあるなと思って。いや、まあ、仕事で話さなきゃいけないからっていう感じです。チャンネル登録よろしくお願いします。